凡人には絶対合格できない大学を教えてください。これまた物議を醸しそうな質問だね。もちろん絶対とは言い切れないけど、ここは天才しか受からんっていう大学学部を紹介します。一つ目はやっぱりここ東京大学。正直東大は別格。なぜ凡人には合格が難しいのか、その理由を紹介すると、まずこの日本に東大より上の大学が存在しないことが大きいね。要は東大ですらも危なげなく受かってくるレベルの受験生も、一部例外を除いて東大を目指すことになるんで、まさに受験の頂上決戦なんだよね。あと東大って毎年3000人ほど合格者が出るんだけど、そのうち3分の1以上がこういった日本の超進学校出身者が占めていて、その他の合格者も全国各地のトップ校か偏差値60代の高校の学年トップ層ばかり。残酷だけど、すでに高校入学時点である程度決着がついているとすらも言えそうだね。2つ目、宮廷上医学部と東京医科歯科。こういった大学も別格だね。トップ層の受験生の中でも神の領域、受かるやつは宇宙人なんて言われていて、おそらく同世代全体だと上位 0.05% ぐらいの学力がないと受かりません。実際合格する受験生は今日で9割超えは当たり前。尋常じゃない処理能力と知識量を兼ね備えています。他にもあればコメント欄で、あと現在こちらを開催中なので興味ある人はコメント欄をチェックしてみてください。